町おっちゅうべ、それなりの集落、コンビニがあります。そうしてここで曲がって歌登り、昔はですね歌登り村か何かだったんだけど、今江差町歌登りでいいでしょうか。ずっと音ネップの方に抜けていける、あの国道ではなくて、道になります。でも北海道の道道っていうのは基本的に何の不安も持たないで、あ、道、あ、道道の道があるって言えば、あの行って大丈夫なんですね。江差町おっちゅうべを通りました。国道238。この風景、こういう風景見たら寂しいなって思う人もいるでしょうね。どんな風景見たらじゃあ寂しくないんだってことになりますけど、はい、そんなことで。